赤
ました。はい、というわけでございました。ありがとうございます。この時間は茨城自動車株式会社自社車の貸し手販売が山田浩二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ続きましては、CM の方です。皆様、まだ一つで暑くなるのでね、水分をちょっと取りながら、JA のブースの前で妖怪メダルの落とし物がありました。原原さんの妖怪メダルの落とし物がございましたので、お心温かくなる方はどうぞこの辺に見ていただきたいと思います。午前と午後と2回に分けて、